秋典田中秋典田と中は、日本のシェフ、画家。で、クリスタルヌにおける光るフレンチを再現した写真で、クリスタルヌ光る前妻東京都杉並区、小木久保出身。15歳の時に、フランス料理界に入る。23歳で、フランスへ渡航。パリ7区の一つ星レストラン、ラ・ブールドールでシェフ代行として勤めた後、南フランス、ムスティエ・サント・マリーにある。 レサントーンのシェフを務め当時最年少28歳で、ミシュランの一つ星に格上げする。同時期に、独自の真空調理法を開発。日本に帰国した後、大韓山のロジェベルジェの総料理長を務め、1993年に、フランス料理店レ、レクリスタリーヌの開店を皮切りに、コンコンブル、クレッソニエールと展開を成功させる。 1994年にはエスコフィエ協会に入会。現在は料理人として地域活動に参加する一方、フランス料理を題材とした画家として数々の美術展に入選を果たしている。ありがとうございます。